沢かぼしです。はい、以上です。はい、よろしくお願いします。はい、今日は2人でございますけども、ラーメン大わらび店です。あ、大そうなんですよ。大阪から帰ってきて急にまた川口だけども、はい、ね、まあ、別に知らないですけど、あなたの旅行は、はい、見ていきましょう。埼玉県、県民特定わらび駅からですけども、あの、ある場所は川口なんで、うん、で僕はね、浪人生時代にこれよく来た実はお店なんですよ。10年ぶりぐらいにちょっと行ってきましたが、ここでですね、はい、ちょっとラーメン台はですね、オープンするまでいろいろあったんですよ実は、はあ、ということでちょっと見ていきましょう。まずですね、1990年代にですね、三田本店、まあ、ラーメン二郎とはあんま関係のない、うん、ラーメン二郎堀切店と蒲田店がですね、オープンするんですね。関係ないですね。関係ないですよ。全然修行してない。そう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 。うん、で、2000年代にラーメン二郎がですね、まあ、商標登録するっていうんで、うん、それきっかけにもう堀切と蒲田は、うん、なんかそのマージみたいなのが払えませんってなって、ラーメン大になるんですよ。うん、で、2007年にこのラーメン大として、3店舗目がラーメン大わらび店です、うん、はあ、オリジナルブランドとしては1店舗目という、あ、そうなんですか、老舗の、そう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 、ラーメンですね。でちなみになんですけども、はい、これよーく見てください看板ね、うん、実はラーメン大は、うん、ニンニク入れますかの商標登録してるんですよ実は。二郎ではなく、というわけで食券を見ていく流れでございますけども、へえですね。1へえいただきましたけども、いや14へえです。あ、14いただきました。あれです。今回はですね、あの、まあ、500円で食べられるラーメンもあるんだけど、個人にするとマシマシができないんで、うん、普通に中盛りのラーメンを買っております。なるほど。というわけでこちらですね。大ですね。いや大きいですね。全部マシマシでございまして。で、レンゲとティッシュがですね、うん、店内の、ま、左手にまとめて置いてあるんで、よーく見て先に取っておきましょう、うん、ね。さあ早速油野菜から、うん、一番美味しいんだよなここね。まあまあまあラーメン大といえばですね、粉雪のように降りかかることもふもふ油がうまいということで、他のお店でもあのこういった細かい油になりますので、そしてやや細めのね、うん、長めのもやしにこの油がどんどん浸透していって、うん、うまいんですね、もう風魔なんですね、うん、さらにゴリゴリ胡椒、まあ、ちょっと野菜が多い時は先に胡椒をかけていきますけども、まあ、ただあのこの野菜自体にもね2杯ぐらいもう返しをこう入れていただいてるんで、なるほど、相当濃い味が好きな人はやってみてください。あなたですね。あ、私です。へい。懐かしいうまさとか言われても、あなたの50ぐらいだったんですね。そうなんですよ。今何キロですか？今80いってるかな。わあ、22歳これ。そうです、はい。ちょっと信じらんないな。いや、何がですか？まさかおでこ？うん。ちょっと毛髪の量がね、確かに。まあ今と変わんないか。いやいや、そんなことない。増えてるから今。ね、逆に増えたから、あ、帽子で隠してるけど隠してるって言ったじゃん。まああやふやにしようとしてますね、うん、確かにね、以前よりね、あの尖った辛さがちょっとなくなったすっきりしたスープになりましたよということで、で豚なんですけど、うん、まあ、基本2枚入ってまして、うん、これね、硬い部分がない、うん、全体的になんか、はあ、柔らかい不思議な、なんじゃこりゃというなんか、はあ、僕が結構好きなこう油注入肉のような、油注入肉、ちょっとこう注射でね、あ、そう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 、全体柔らかくしているような味わいなんですよ。めちゃくちゃうまい、結構好きですこの豚、増したかった。うん、というわけでね、ゴリゴリ白胡椒もいくのがウルトラレアですこの女の子。あ、本当ですか。なかなか、あれ見たことないでしょ、これ白胡椒をゴリゴリするやつって。いや、ね、まあ、ラーメン屋ではないかもしれない、ないよね。うん、私花粉症でないんでね、うん、胡椒の鼻のムズムズでちょっと春を感じますね。花粉症じゃないんだったら鼻のムズムズで 春感じてないですよね。あ、ちょっと矛盾をしてご指摘されましたが、うん、いや、まあ、僕もねちょっとこうムズっとする時ありますよ、うん、というか、ね、僕はめちゃくちゃ花粉症なんでちょっと、あ、なるほど、なるほど、なるほど、古さで言うとということですね、うん、あ、まあ麺の太さといえばこう適切太麺でして、適切卵麺のような、うん、ちょっと甘味のある麺なんですね、うんうん、甘みがある、はい、はい、甘みが、はい、はい、そしてね、このニンニクを、ね、うん、やっていきますけども、当時の記憶としてはね、はい、すごい辛くて、はい、ちょっと涙が出るようなニンニクだったんで、だから浪人当時だから昭和の話ですよね。いや、ちゃうわい、
最近よ。元号も発表されましたけど。あ、そう、令和になりましたけども、平成の話をしてます、まだ。あ、本当ですか。そんなもん50、60じゃないんで、僕は。違いますか。でこの辛さ、結構控えめになってましたんで。なるほど。まあ、お好きな方はどんどん入れちゃって大丈夫だと思いますよ。ただ、そんなことよりね、もう豚うめえんすわ。あ、そう。本当に。当時と変わってんすか、豚は。全然違う。もっとね、違うんだ。なんか硬かったの、前は。引き締まり豚だったんですけど。ずっと煮込んでたんですかね。十何年間。いや、そんな、継ぎ足しみたいなことじゃないと思いますけども。何だったんだろう、もう一回確認しに行きたい、他のお店にも。でも、辛めのね、返しをもともといっぱいかけてきてくれるんで、卓上返しで、まあ、調節っていうのは、まあ、お気持ちぐらいでもいいのかな。といて、まあ、ガーッと食べ進めて、はい、そして、ごちゃんです。うわぁ、あ、こう油細かいんで最後浮いちゃいますけども。はい、ごくね、器が大の文字。テレコにしてましたね。あ、そう上の下のね、あ、88.8 です。美味しかったラーメン大でございますけども、これでね、わらび駅周辺の二郎系は、もうほぼ行きましたね。あ、そうなの。もうないと。すごい局所的だけど。これ激戦区だよ、本当に。わらび激戦区なの。激戦区。あ、そう。僕との麺というちょっと離れたお店も含めたら、はい、1、2、3、4つあるかな、わらびに。わらびだけで4つあるかな。4つある。すごいな、わらび。確かにそう考えるとそうですね。なんでこんな密集してるんですか。わかんないっす。自分で完結しましたけども。はい。はい。いっぱいアテナバック見ました。というわけでね、はい、川口また戻ってまいりましたので、また関東で自分はどうぞごっつぁん、おい、なんつThank you.